キュンです。キュンです。皆さんこんにちは。ミユキチャンネルのミユカアクトです。イエーイ、なんかテンション上げということで今回は今回はどうですか。今回はなんかノート持ってますが、ノート持って顔フェイスフェイス、はい、顔を腕の長さとか手の長さとかちょっと測ってみようかなっていうことで、おこっちか太い、実際どうなんかなみたいな、足の長さとか。っていうことで、測っていきたいと思います。ということでね、はい、俺ちょっと調べてきたんで、男性の平均、女性の平均っていうの、はいはい、何歳の何歳かっていうのはまたあれ、いや、わからんのかい。わからんのかい。大体のあれです。ということで、いきますよ。まず顔、顔、女性、縦はい、ハクトでかそうやな。女性 21.8 21.8、どんくらいか分からん。横が 13.8 で、男性が 23.1 の横が 14.7 と。まず測っていきましょうか。顔からいきますか。はい、はい、じゃあ見るから。あ、確かに、はい、いくよ。はい、お願いします。はい、あとここからですよ。 21.8 って結構、はい、あ、ちょっとあれがいるな。ミユの結構でかい。21なん、ほんまに。怒ってます。え、俺やばくない。これ、ここから。あー、睨まれた。これ取ってくれ。はい、ティッシュかよ。いや、お、すぐだね、こういう感じ。鼻血が出てもいいね。待って、待って。いや、つける。低い鼻がもっとつぶれちゃってる。お父さん、やめて。立ってですね。19。19ですね、19。9割で測っとった、19。19？ 19。19です。変わりません。はい、じゃあ、今、横、横あるから。横。13.5。はい。で、平均13やな。平均が13.8。おお、ちょっと横が出てますね。じゃあ、あんたの顔さあ、平均ですってこと。いや、平均より下よ。下下。じゃあ次、ハクト。ハクトの平均より大きそう。ハクト、ハクト男性の平均 23.1。 うわ、縦がちょっと髪がちょっと見えませんね。ちょっと髪をちょっと上げさせてもらいますね。ちょっと髪が何ちっちゃいじゃん。20? え、わ、1cm しか変わらんの、私と。20.5 ぐらい。20.5 ぐらい。20.5。思ったよりちっちゃいんやな。20.5。髪切った方がいいな。じゃ横、男性 14.7。 横なんかさ、吐くとちっちゃそうないの。うん、なんか一番これへんだな。はい、13。え、いいじゃん。見る変わらんよ。見るよりちっちゃい。見るよりちっちゃいかもね。見るよりちっちゃい。13、まあ、ったお前だけ。男性の平均は 14.7 なんで13。はい、イエーイ、はい、次、ちっちゃいけ。はい、じゃあ次、腕の長さ。あ、腕見る、長そう、チンパンジー。腕の長さが腕の長さ、はいはい、平均は女性平均67cm。長いか短いか分からん、その平均。はい、どうなの。67cm。 平均7だけ67cm。 平均67cm。 平均、平均じゃん。平均、やった。長、平均。俺絶対それよりしたい。じゃあ男性が74cm。 ないない68cm。 え、結構あるじゃん。 68cm です。 1cm しか変わらん。なる。はい、じゃあ次、足、じゃあ違う、ウエスト。手の大きさで、手の大きさは男女平均、中学生、うん、だいたい15cm。 おぉ、はい、はい、ということで、手の大きさ比べようって、こうやってドキドキするな。はい、じゃあ行きましょう。はい、ここからね、こうだろ。17平均。え、でかくない。やば、平均は15cm。 男、え、女性の平均が 17cm。 大人の女性の平均が 17cm。 大きすぎてドキドキして、ね、大きすぎてドキドキされんわ。私さ、でも大きいぐらいする時もでかいよ。みんなに負けるんじゃけど。はい、はい、あ、ハクト大きい。ハクトが大きいかな。ハクトが大きい。18や、1cm しか変わらない。18。おー、18ということで、男性の平均がドキドキする18cm、男は。待って、まあ平均で、成人の平均言ってますよ。
手よりで。やったー、はい、っていうことで次が腕の太さ。手だけ大きくても腕の太さ、腕どうかな。で、これはね、いろいろあって身長によってあるよ。大体身長が150センチか155だったよね。見える平均が、女性の、身長150か150センチの女性の二の腕周りの太さの、二の腕のサイズは一応 24.4。 なんかもっとちっちゃそう。 24.4 で平均ね。はい、手でやりますよ。 23.5。 なんか案外あるんじゃない。 23.5 っていうことで、ここ一番肉作って、私なんか平均が24.4 なんで、まあちょっと細いなっていう、はい、っていうことですね。なんか太いのかと。はい、で次ハクト男性、男性書いてないね。男性はいらないんでいいです。ハクトなんですなんかつろハクトいらないんで、まあ一応、まあ、いらない一応測りましょうか。ちょっと 22? 何バグってるよ。 21.5 21.5 やば、筋肉がないって意味じゃん。え、細くない。だって見てよ、めっちゃ細いやん。すごい、触らせて。多分見るのは筋肉があるんや。はい、再生。あ、ハクトの方が細い。あ、筋肉あるね。ないんじゃ。いや、ちょっと触ってみて、ハクトの方が細い。ほら、細くない？ほら、細いじゃない、ほら、細いよ細い。太ハクト、私は。ハクト、私は。きついな。あ、でも細い。いやはい、っていうことで、はい、はい、じゃあ次、ウエスト行きましょう。お腹ですか？はい、ウエスト。ウエストは、中学生。まあ、これ男女一緒にするよ。61から62センチ平均。はい、じゃあ行きます。食べた後だけ。食べた後、本当は食べてない。これありですか。これありでいきましょう。57。まあちょっとご飯食べた後あ、はい、57センチ。はい、57センチです。はい、ハクト 55.5。 やばー、やっぱ細いんじゃ、ハクトの方が。ごめん、 55.5。 え、ハクトちょっと痩せた。え、はい、55.5。 よし、筋肉。ああ、それはあるな。ダンス。ハクト頑張れだった。いや、俺の方が筋肉ある。はい、じゃあ次、足の長さ。足の長さ平均は平均。まあ股下ね。股下が、その股下割る身長かけ100やって、そしたら 41% だったらかなり足が短い。で、43から 44% の人は足が少し短い。あで、44から 46% の人はまあ普通、まあ平均、まあまあ普通の人。あで、47から 48% はモデル並み。はい、これいきます。で、48% から 50% の人がモデルでもかなり長い。おで、50から 51% の人はちょっと長すぎる。はい、もういいわ。で、51.35% から上はもういいよ、未知の世界。未知の世界、未知の世界っていうことで、ちなみにローラさんモデルの 50% だけ、何だけ、何 50% なんで、48から 50% のモデルでもかなり長い、うん、っていうことです。いや、普通じゃない、みゆ。結構ね、この、で、富永愛さん、うん、モデルのね、51%。おー、で、ドラえもん、22%。アクタ、それじゃん。ドラえもん、22%。それじゃん。アクタ、それじゃん。っていうことで、男性だったら、もこみちさん、48%。結構、まあ、そういう感じで、まあ、モデル体型の人は結構ね、はい、パーセントで、これも計算してからちょっとやりましょうか。やっていきましょうか。はい、73。はい、73って。73、73センチ。はい、ドラえもん。で、身長何、身長何分ですか。155。75？ 73？ 今怖い怖い怖い。はい、73割る身長155だろ、今。うん、155×100 で、はい、47%。え、それで何人ぐらい？ドラえもんです。お、ちょうど47から 48% でモデル並み。おー、さすが。よかったですね。まあ、背低いからね。おめでとう。まあ、背低いからね。背低いからね。まあまあ、これからどんどん伸ばしていく。はい、っていうことで、ハクト、次いっちゃう？ドラちゃんいきます。ドラちゃんいこう。69じゃない？69。69だよな。69。ドラちゃん。
69しかない。ねえ、いや、ドラちゃんじゃん。69。はい、いくよ。69。っていうことで、ハクトが身長が158。はい。で、さっき69センチだっけ、また下が。69÷158÷あ、かけ100。100っていうことで、はい、43%。え、ドラちゃんっていうことで、まあ、43か 44% の足が少し短い。確かにな、ミュート並んどったっていう感じにちょっとなっちゃいました。はい、はい、まあ、ドラちゃんじゃなくてよかったね。はい、それ褒めと。はい、はい、っていうので、まあ、そういう感じですね。はい、はい、っていうことで最後、はい、最後これで終わり。足のサイズ、はい、を測っていきましょう。最後、はいはい、上から順番に来て、はい、一応足のサイズで女性の平均が 23.5、はい、男性が 25.5、はい、ということで測っていきましょう。はい、23.8。おお、やけ24やっぱあるんじゃん。 23.8、はい、っていうことで 23.5 だけ。おお、まあいいんだ。よし、ハクト行こうか。はい、ハクト行くよ。24センチ。24センチ。何個だった？23.8。いい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 。いや、でも男性の平均は 25.5 なんで。あら、私平均喜んでるけど、女性の平均は、まあ、ミーは女性平均だよ。ハクト、男性平均 25.5 なんで、ちょっと、はい、うん、あれかな。実際ってことで、今回どうでしたか。まあ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 、測ってみたんですけど、まあ男性の平均と女性の平均とかね、まあいろいろこうサイズ測ってみて、まあミーより良かったです。はい、ドラちゃん体型だったってこと。いや、違う。まあまあ、ということで、まあ、皆さんもちょっとこれぜひ参考にしてみて。何がそんな楽しいね、父さん。なんで父さん、何が楽しいそんなに。いや、まあ、楽しいじゃない。もう一回ということで、また人とかね、簡単にこう足の長さとか測ったりができるので、はい、あ、確かに。ぜひちょっとね、やってみてくれると。はい、はい、嬉しいです。みんなもね、あ、嬉しいですよね。やってみてください。はい、はい、ということで、今回は美白の全身測ってみたでした。また見てね。バイバーイ。チャンネル登録とグッドボタンしてね。バイバーイ。バイバーイ。バイチャ。バイチャ。